はい、私は、子ども未来課という部署で、現在働いております。子ども未来課では、現在問題となっている待機児童問題であったり、子ども子育ての新制度に関すること、あと児童手当に関することなどの業務を行っております。私はその中で、子どもの遊び場である児童館に関することであったり、子どもの健全育成に関すること、あと静岡子育て優待カードという、子どもを持った保護者の方がカードをお店とかで提示することでサービスが受けられるという、そういった事業を担当しております。嬉しかったことは、優待カード事業に協賛していただいている店舗の方なんですけれども、利用者の方から大変嬉しい声をいただいているっていうご報告を県の方にいただきまして、その時にすごい優待カード事業やっててよかったなっていう、やりがいですとか嬉しさっていうのを感じました。幼い頃から地震ですかとか防災に興味がありまして、ちっちゃい頃から東海地震起こるよって言われ続けてきまして、防災という県行政の立場から県民の方々の生活の助けであったり救えたらなということで、県職員を志望しました。で、県職員っていうのはいろいろな仕事に携われるっていうのを魅力かなと感じておりまして、いろいろな仕事を経験することで自分の教養を深めたり、人間として成長できたらなと思いまして、県職員を志望しました。はい、自分が理系出身ということで、知識ゼロからの行政職っていう職の仕事のスタートになったんですけれども、仕事がわからないことありましても、先輩方、優しい先輩方がいろいろ手取り足取り教えてくださいますので、全く問題はありません。あなたも一緒に静岡県のために働きましょう。